なんかもある？まあ YouTube やってるんですよ。うん、まあ YouTube でこうノンダックレイで検索すると出てきますんで。ちょっと写真垂らしてよ。あ、いいですよ。記念で。どうぞどうぞ。こうどこだ、うん、あなたは入んないね。え、あれなんか、いや、それ逆にしないと。あ、逆にしないとどうっていうか、カメラを反対に向けないと。こうか。そう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 、はい、はい、よいしょ。気をつけて。まあ YouTube やってるんで、ノンダックレイでね、 YouTube で検索すると出てきますね。ノンダックレイ、ノンダックレイ、ノンダクレイ、そう、ノンダクレイ、ノンダクレイ、そうです、そうです、はい、わかりました。この前大竹山登ったのも出てますから。パソコンで出るの？出ます出ます、はい、ご覧になってください。 YouTube で、ね、YouTube でよろしくお願いします。はい、気をつけてね。どうも。いや、また見てくださる人が増えると助かります。でね、さっきの旦那もね、こっちの方が楽だって言うんでね、もう今日はね、楽に行くっていうのがコンセプトなんで、こう楽に行きますよ。あっち行ってもこっち行っても、まあどっちにしろ行くとこ同じなんでね。しかし、あの三沢峠、迷路ですね。いや、下手して、ここにもね、なんか怪しげなね、分岐があったり。いや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 。いや、本当に低山っていうのはね、あちこち道が分岐してんでね。また怪しげな分かれ道が、ちょっとだけ偵察行きますが、まあ行かないように手塞いでありますね。作業用経路。ねえ。こういうのね、低山は多いんで、大いに注意しなきゃいけないんですよ。どう見たって、こっちがメインなんですけどね。山仕事用の道がこう分かれたり多いんですよ。三沢峠でね、どっち行こうかなって迷ったの。結局ここで合流するんですね。まあ、どっちにも行くんですけどね。結局はこれね、どっちの建てだも一回三沢峠そこにね行くって書いておいた方がいいと思うんですけどね。うん、一回そこに出てからまた分かれていくんですからね。まあ、とにかくこっちの道が楽そうですね。こっから当分の間はね、一本道ですが油断はできませんね。また変な脇道が出てこないとも限りません。いや、この通りまた分岐でしてね、ここは巻き道じゃなかったかな、どうだったかな。うーん、大だるみ峠、まあそっちですけどね、こちらの巻き道、そう、巻き道で行こう。巻き道はね、巻き道で勾配とか傾斜はそう緩かったりするんですけどね、その代わり道が悪かったりとかあるんですけど、いや、ここはそうではなさそうだな。まあこれはいいや。ここで合流と。この辺り行ってもよかったかな。ここはね、いや、もう一回ね、挑戦しようかなともうすでに思ってるんですよ。というのも、今日はこっちから向こうに行きますけどね、今度はね、向こうからあっちで、ね、本当に津久井湖の方に行ってやろうかなとか思ってるんですがね。また分岐か。これは立て札がないな。どうしたもんか。とりあえず巻いていこう。ちゃんと、うん、土のうとかで整備もしてあるしね。よいしょ。どうやら無事合流しました。おや、ほんとこういったパターン多いんですよね。なんか北じゃあ南高尾のこの重走路ね、いや、普通にあっちのね、奥高尾中走路と似たような雰囲気ですね。あっちもね、なんかこう地図にない巻き道がいくつもあるんですよね。まあここは まただ。いや、これはやっぱり、うん、あれ方から行って、うん、この左が正解でしょう。まあどうせまたこの先で会うと思うんですが、そうですね、こっちの方がなんか前方の方整備してありますね。結局こうやって合流するんですね。もうこれ、あ、ご神木ってやつですね。うん、休憩所ですか。なんか書いてあるよ。スマホ台。あ、そこにスマホを載せてなんか記念写真撮ろうってわけか。うん。あ、テーブルベンチあるな。あ、なんか後ろから見たらなんか卑猥な形見えましたけどね。フクロウが
なるほど。いや、ねえ、いや、よくこういうのあるじゃないですか。ね、包丁のシンボルでね。うん、それかと思ったら、単なる彫刻でしたね。うん、先を行きますよ。いや、こっちは整備、ね、こういうふうに休憩所が整備されてるんですね。こうやってね、右か左かで、ね。いや、右ワイルドですね。なんて書いてある?どっちも行けるんですよ、どっちもね。いや、こっちにしよう。まあ確かにね、体力もそんなね、ヘトヘトってわけでもないし、時間もね、あるっちゃあるんですけどね。でももう17時前には暗くなっちゃうしね。まあ予定として最悪でもね、日没までに奥多川縦走路のところに着けば、あとは公園の中の遊歩道も同然なんでね、懐中電灯さえあればね、全然問題ないと言っても、なるべく明るいうちに着いた方がいいですからね。というわけでね、時間はないようである、あるっちゃないって、ちょっとまあそんな感じなんですよ。思っていた感じよりも道が狭いな。もうこのね、倍、良ければこの3倍くらいのね、この尾根道でバーッとね、なだらかに行くかと思ったら、いや、結構なんか狭いね、人一人すれ違うのがやっとって感じですよ。まあやっとって言ってもね、まあでも人が、まあたまにね、10分ぐらいに1回は前から人が来るんですけどね、でもそれぐらいの交通量だったら全然ってとこですよ。なんかまた縦札、おや、またなんかこっち分岐が、なんか巻き道、あ、そうか、さっきね、きついなと思ったのがこっちでしたね。ちゃんとここで合流するんですね。なるほど。いや、またなんかこの先出てきそうですね。多いね、巻き道が。私にとってはなんか見慣れた石ですよ。一応距離表がね、高尾山口まで12キロ、12キロですか。そうですか。でもね、道としては12キロって言っても大したことないんですよ。とにかくね、もうこんな感じの道が続くはずですからね。これは簡易的なベンチだな。至り尽くせりは、こうやってね、わけのわからん、こう、あ、これわけのわからんでもないぞ。またこれ、いや、分岐だな。電車の座席のようなベンチがあったと思ったら、西山峠ってんか、ここね。こっちとこっち、十字路ですね。ベンチありので、縦札は、まあこれはね、まあこっちですよ。大だるみ峠まで4キロ、4キロか。あ、でも大体、あ、まだまだだね。で、こっちは、山下。地図だな、こういう時は。三沢峠から来て、で、今この西山峠。なるほど。こっちもあるわけだね。なんか山下って書いてあるのはこっちか。あ、確かに山下って書いてあるな。でもね、こっちへの道は特に地図には載ってないですね。まあ私はこっち行くんですけどね。今はそうだ、時間どうでしょう。13時19分か。まだ大丈夫かな。この西山峠を出て、で、大だるみ。で、そこでね、甲州街道を乗り越えて、で、奥高尾縦走路に出ると。でね、あそこで13時20分頃ってことは、コースタイムの方で足し算すると、どうもね、奥高尾縦走路出るのが16時頃なりそうなんですよね。日没直前ですね。まあ、あくまでもね、コースタイム通りで休憩取らずにっての話なんですよね。まあ、まあ、しょうがねえかな。でも、どっかで休み休み。まあ、とにかく日没までには、間に合いそうですね。よっこいしょ。またここら辺道がややこしいな、ほんと。よいしょ。こっちも休憩所ですね。ここも金井分岐ですね。津久井湖の方面から来たらね、まあこのまままっすぐいいんですけどね、あっち、大だるみの方向から来ると、まあこんな感じですからね。ひょっとしたら、こっち、巻き道なんてね、行きかねないですからね。いやー、ちょっとこういうの怖いっすね、ここね。いや、ほんと低山あるあるですね。割となだらかな道を行ってるかなと思ったら、また登り返しになりましたね。ここね、
まあ、こんな感じなんでまだ楽なんですがね、いや実に整備されてますよ。それゆえね、軽装で登れるってわけなんですよね。いやだから富士山ね、人によっちゃね、まあ、特に外人ですけどね、サンダルと短パン T シャツで登っちゃうんですよね。生地整備されてあるからですね。いや鎖場もね、ひどいガレ場も特にね富士山ないみたいですからね。実際ね、体力あるのか知りませんけどね、短パン T シャツサンダルでね、あー寒い寒いなんて言いながら登って降りちゃうんですからね、あの連中はね。やはりね、変に整備されてあるからってありますね。うん、だからこういったところをね歩くね、そのね、やはりいや単に標高高いだけでしょみたいな、ちょっと寒いだけでしょみたいな、そういう感覚で行っちゃうんでしょうね。縦札ありました。やっぱりメジャールートですね。縦札多いっすよ。大だるみ峠あと 3.7 キロ、なんかさっき 4.1 とかだったかな。まだ400しか来てないのか。まあ、さっきちょっとね、上りとかでちょっときつかったっていうのが、距離がね長く感じただけでしょう。これはなかなか味のある石ですね。まあ、岩ですね、この大きさだと。そういやこの道でこんなゴロッとした岩見るの、初めてだな。いやそれだけね、割とこの道って優しいんですよね。ひどいガレバザレはないですね。まあ、ちょっと上りですけどね、なんか上り成分が多いような気がするな。ここにも怪しげな脇道がと思ったら、これ脇道じゃないですね。いや展望台のような休憩所ですよ。あ、しかもこれ綺麗だ。これはありがたいですよ。いや何でしょうねこれ。ほうきかけか。あ、こっちにもあるか。いや意外なもんがあるね。そうか、こっから先はなんかあるのか。あ、なんか道がつながってる。あ、なんかこう降りていけるんだな。なんかそんな雰囲気ですね。あ、これ地元の、そうか作業道の、そういう関係か。なるほど。戻ろう。大だるみの方から来た方が、おって、分かりやすいやな。でもこっから無理やり行っちゃう人もいるんでしょうね。ちゃんと あそこに入り口ありますから大丈夫です。たまにね、強烈に登ったり降りたりとか、まあ、山だからしょうがないんですけどね。でも概ねなだらかな道ですね。ただね、あっちの城山湖ないしは津久井湖の方から来ると、なんか上り成分の方がプラスマイナス差し引き多い感じなんですよね。まあ、考えてみれば、そう、こっちの大だるみに行く方が標高高いんですよね。さっきあの草戸山だったかな、340メートルか、確かそれぐらい、そう、400メートルなかったですよね。でね、この、これの尾根、だいたい600メートルか500メートルぐらいですからね。そりゃ標高差ありますね。あと、大だるみ峠 3.4 キロ。これ、こっちじゃないよね。やっぱりこっちだよな。まあ、いい。ほんと最悪、戻ってこないといけないが、ちょっとだけ、偵察するか。ほんのちょっとだけですよ。よいしょ。ダメだね。どん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 険しくなっていく。やめときましょう。戻りましょう。なんかね、唐突にベンチなんですよ。なんでしょうね。そうか、なるほど、これか。これを見るために、そうか、ベンチがね。いやなかなかなもんだよ。いや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 、ここだけなんだよな、景色見えるのね。あと全部こう木がね入っててね、見晴らし台か、リュックかけ。あ、なるほど。さっきの休憩所にもあったの、リュックかけね。見晴らし台ね。